虎に翼、花岡、岩田貴典の再登場に、視聴者間気消息不明の米、土井詩織&、轟、戸塚良樹にも再び注目集まる。女優の伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説、虎に翼、NHK 総合、毎週月から土朝8時から他の第48話が5日に放送された。EXILE、三代目 JSOUL BROTHERS の岩田貴典、演じる花岡悟が再登場し、視聴者から喜びの声が上がっている。ネタバレあり。虎に翼、トラコ、伊藤沙莉、花岡、岩田貴典と再会。自分の人生を悔いのないものにするため、愛する家族の生活のために、放送界に復帰したトラコ、伊藤。しかし、一度弁護士の仕事を離れている後ろめたさや、家族を抱える身であることから慎重になりすぎて、いつもの威勢の良さを失っていた。民法が改正されれば、多くの人が混乱すると語る、保守的な人母、木場克己に対しても反論できず、婦人代議士、立花幸恵、伊勢志摩らの集まりに参加しても、消極的。苦闘、沢村和樹からも、どうしてそんなに人事なの？君だって、彼女たちと同じ、今、社会を変える場所にいるじゃない、君は本当に謙虚だねと言われてしまう。トラコは、公園のベンチに座り、僕の大好きな、あの、何かに、無我夢中になってる時のトラちゃんの顔をして、何かを頑張ってくれることというユウさん、中野太賀の言葉と優しい笑顔を思い出し、松見さん。今の私、どんな顔してる？語りと自問自答。すると、そこに、花岡が現れ、二人は久々に再会した。虎に、翼、花岡、岩田貴典の再登場に、歓喜の声続々。トラコが花岡と会うのは、花岡が婚約者を連れて、佐賀から上京した時以来、約6年ぶり。花岡の再登場に視聴者からは、わあ、花岡さん、生きてたんだ、よかった、再登場嬉しい。会いたかったよ、などと喜びの声が上がり、X、Q、Twitter では、花岡さんがトレンド入りした。さらに、花岡の再登場により、未だ消息不明のままとなっているよね、土井詩織や轟、戸塚良樹にも注目が集まり、生きてるよね。花岡さん何か知ってる？早く会いたい、戻ってきてほしいと、心配や期待の声が上がっている。伊藤沙莉ヒロイン朝ドラ、虎に翼。第110作目の連続テレビ小説となる本作は、日本初の女性弁護士である、三淵嘉子、三淵嘉子さんをモデルに描く、リーガルエンターテインメント。主人公の猪爪寅子、猪爪、智子、通称、寅子を伊藤が演じる。